ちょっと力んだんじゃないよ。はい、こんにちは。こんにちは。こんにちは。はい、今回もティーオリーブさんにお邪魔しまして、はい、撮影してるんですけど、前回僕が作ったこのダワキンインパクトパラスディっていうシャフトを試作3と打ち比べていただいて、めでたく取り扱っていただくことになったんですけど。これだけ飛ぶシャフトなので、はい、やっぱりヘッドとの相性もあるだろうということで、このシャフトに一番合って一番飛ぶシャフト、飛ぶヘッドを見つけていこうかじゃないかという動画になります。で、元々のこのシャフトのメインターゲット層がヘッドスピード40前後の飛距離にお悩みの方ということで、前回ゆうかんちゃんがドンピシャ40ぐらいでいい記録出していただきましたので、はい、モデル今回はゆうかんちゃんで、猪木さんにはアドバイザー役に徹していただこうと、はい、猪木さんが選ぶヘッドを、まあ、5つぐらいピックアップしていただいて、はい、それをゆかちゃんに打っていただいて、このダワキンシャフトに一番合う飛ぶヘッドが今日決定します。じゃあ早速やってみましょう。お願いします。はい、お願いします。はい、では前回、打っていただいたグローレまず打っていただいて、はい、249ぐらい飛んでましたからね。はい、そもそも飛びますからね、これ。そもそも飛ぶんですか、このヘッドは。さあ、相性的にどうか。まっすぐしかいかんな、しかし。休憩時間を経て、少し飛距離が落ちましたちょっとドロップしてますね。あ、そうですか。スピン量1800なんで。あ、そうですか。はい。まあ、勇敢のミスの時はだいたいこの動きになっちゃうので。そうなんですね。はい、はい、おお、猪木さん、ちなみにグローレの特性って分かります？なんとなく。そうですね、このヘッドはどちらかというと、まあ、優しいモデルなので、はい、まあ、捕まりやすいモデルになるんですけど、まあ、勇敢はある程度、まあ、一般の方よりちょっと捕まる傾向がある、はい、タイプなので、はい、ちょっとまあこれだとこのシャフトに対してヘッドが優しすぎて、なるほど、捕まりすぎてるのかなって感じなので、なるほど、まあ、選ぶとしたらもうちょっと捕まらないヘッドの方がいいのかなって感じですね。じゃあエントリーナンバー2を選んでいただきますか。はい、はい、僕の中ではもう大体ヘッド決まって第一候補あるんですが、はい、とりあえず、まあ、皆さんも気になってると思うんで、まあ、こういう高完成モーメントのヘッドに、うん、とりあえず最初打ってもらおうかなと思います。まあ、じゃあ最初テイラーの、QI10MAX、 はい、こちらの交換性モーメントのヘッドに合うのかっていうのをまずやってみたいと思います。はいはい、これが QI10 ですね。はい、MAX の方でロフト猪木さん10度ですかね。これ10.5度です。そうですね、 10.5 度ですね。はい、はい、じゃあどうでしょうね。同じテイラーメイドですから、新作感出すならこっちの方が飛ぶはずですけどね。なんか飛んでそうなサウンドはしましたけど、はい、上がってんのか。ほら、うーん、あら、250越してるえ、スピードも上がってますけど。すごい、ほんまや。はい、あれ、いいですね。やっぱりこういう高完成モーメントのヘッドにもこのシャフトっていうのはマッチするので、本当に、まあ、あのヘッド自体はあんまり大きくぶれないヘッドに対してでも、こういう走り系のやつ入れてあげると飛び系に変わるので、はい、こういうのはあのおすすめかもしれないですね、セッティング的に。あ、まあ、もう一球打ってもらいましょう。250越してきた。多分あのさっきのグロールよりこっちの方が振りやすさはアップしてると思います。はい、捕まったちょっとミスショットが出ちゃいましたね。
なるほど。ただまっすぐ飛んでいると、うん、ちょっとチーピン気味かな。そうですね、うん、まあ、マックスは更新してきましたね。はい、次、はい、何でしょう。同じ G43、はい、10K のヘッドで、はい、こっちの方が左コンはず、はい、はい、ピンですね。はい、はい、どうでしょう。なんか恐れ多いですね、こういう大手ブランドとマッチングしていただけるなんて。あ、やっぱ球筋変わるんですね。うん、まあ、まあまあですね、うん、当の打ってる本人はヘッドでなんか振ってる感触とか全然なんか違いますね。違いますか。はい、さすが T オリーブチャンネルメンバーですね。それロフト何9です。9、あ、9、まあ、さっきちょっとあの柔道 10.5 にしたらやっぱり優香の悪い捕まりのミスが出てたので、で、まあ、少し、まあ、こういうのこういうシャフトって打ち出し角も上げてくれるので9度でいけるかなと思って一応9度にしました。なるほど。おお、ちょっと及ばずだけどしっかり飛んできましたね。うん、はい、もう方向がもう 0.4 ヤードの幅に収まってるので、はい、すごいいいセッティングにはなってると思います。まさかのピン G43 とダワキンシャフトが見事フィットするという結果ですね。ただまだ飛ぶと思います。いけますか。はい、さあ次なんでしょう。はい、次は僕の大本命。大本命、はい、これが一番飛ぶかなと僕は初めから思ってました。パラダイム、パラダイムの AI スモークのマックスのヘッドですね。はい、AI スモークですね。はい、マックスです。マックス、はい、ロフトなんですかこれ。 10.5 度です。はい、これ猪木さんの大本命ですから。はい、どうなんだろう、そんな順当にいくかな。あ、ちょっと待って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 、でもこれはカットしませんけど不採用で、打ったら低くならないですからね、さすがに。大丈夫です、僕もよく振るんで。来たよ、はい、大本命、さすが。いきそう、いきそう。ちょっと1球目ダフったんでもう1球。はい、はい、すみません。おお出るか出るか出るか、完璧。え、ちょっと待ってください。これなんでこれがいいと思われたんですか。はい、まあ、優香の場合ミスするときってこう左捕まっていくんですけど、まあ、でも普通に振るときこうやってヘッドも上向きがちなんですよ。あ、そうなったとき、あの 10K のヘッドとかだと完成モーメントが高すぎて、こういうシャフトを入れたときにちょっとまあ一回こう外れてしまうと大きくブルーンってこう来てしまうんですけど、これってまあそっち系に比べるとまだ若干動くので、あ、まあ、程よくタイミングが取りやすく、かつああいうグローレとかよりフェースの向きもまあストレート系に設計されているので、はい、まあ、程よく自分でも捕まえに行けれるしっていうことで、まあ、そのシャフトとのマッチングも相性いいのかなって感じでこれを選んだ。めちゃくちゃ飛んだっすね。最高っすね、はい、これ岡ちゃんに営業行ってもらってキャロウェイの純正シャフトにしてもらいました。あ、確かにいいかもしれない。面白いな。もうキャロウェイのグラブめちゃめちゃ飛ぶようになるかも。じゃあ最後この QI10 のノーマル。あ、ノーマル、はい、のヘッドで。さっきマックスの方が250越してきてましたからね。そうですね、マックスよりやっぱりこっちの方がまださっきの AI スモークと同様若干動くので。じゃあこれも本命なんですか。まあ、これも、まあ、ある程度飛んでくれるとは思います。お、これも飛んだら岡ちゃんに営業行ってもらって純正シャフトにテイラーとキャロウェイの、はいはい、それやばいっすよ。ああ純正だったらやばいな。純正でどうなったらなれるんですか。はい、最後ですね、QI10 のノーマルですね。これも 10.5 度ですかね。9.5 度でした、はい、これも結構いってくれるだろうと
猪木さんの言葉なので信じて振り切りましょう。音はいい。本当だ。ほら、いいですね。ちょっとこれ優勝ありますよ。キャロウェイに軍配が上がるのか、テーラーメイドに軍配が上がるのか。最後の1球です。お、これも良さそう。あるか一発。最後の来た出るんちゃう、ここも完璧そうですか。あ、すごい。はい、ということで、はい、ダーキンインパクトプラス D、 一番飛ぶヘッドは何なのか、イノケプレゼンツ、はい、やりましたけど、第3位キャロウェイの、キャロウェイじゃない テイラーのマックスの方でした。 QIT マックス、 QIT マックスですね、はいはい、が250点ちょっとでしたね。そうですね、ちょっとテロップ流しますけど、ね、あ、ピンの方が飛んだんかな、典型。あ、どっちかな、忘れた。あ、忘れました。後で調べてみますね。はい、すいません。3位はどっちかです、はい、第2位、テイラーメイドの、あ、キャロウェイ、キャロウェイだ、はい、キャロウェイの AI スモークのノーマルマックス。あ、はい、全然ダメだ。254ぐらい飛んでましたね。結構、はい、そうですね。はい、はい、そして第1位グランプリに輝きましたのが、最後に言っているこれですね、はい、最後に一発で出ましたテーラーメイドの QI10 のノーマルですね。ノーマルですね、はい、256.6 ですよ。すごいですね。これが猪木さんが選んでいただいたヘッドの中では一番飛ぶ、一番マッチするヘッドになりましたということで、うちのその動画の中でも、はい、このシャフトが2人とも一番飛んでます。本当ですか、ほんまに、はい、すごいです本当に、ビビります。まあ、はい、まあ、猪木さんは試作さんでしたけどねあ、そうや、あれもめっちゃ飛びましたね、はい、まあ、ということでですね、この結果に伴いまして、はい、このダーキンシャフト、この度、テーラーメイドの純正シャフトはい、はい、ありがとうございました、いろいろと、はい、これからTOリブさんのチャンネルに私も出ていって、はい、よろしくお願いしますので、概要欄に URL 貼っておきますので、はい、チャンネル登録とグッドボタン、それからTOリブさんのチャンネル登録もお願いいたします。お願いします。またお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。